クレーター。クレーターとは、天体衝突などによって作られる地形である。典型的には、円形の盆地とそれを取り囲む、円環状の山脈であるリムからなるが、実際には、様々な形態がある。主に隕石、水星、小惑星、微惑星などの衝突でできるが、核爆発や大量の火薬などの爆発でも、同様の地形ができる。ギリシャ語で、 ボール、皿を意味する語が語源で、本来は声音を問わず円形の窪地を意味し、火山の噴火口や沈降による穴も含む。英語文献では、そのような意味での使用も少なくない。なお、コップ座の学名は、クレーター、クラテルで、同じ語源である。競技には、天体衝突で形成された地形のことである。1609年に、 ガリレオ・ガリレイが月面を天体望遠鏡で観察し、多数の円形の大地を確認したが、ガリレオは小さな反転と呼んでいる。生因を明確に示したいときは衝突クレーター、インパクトクレーターと呼ぶ。またこの意味で使う場合は、円形の窪地という本来の意味では、クレーターと呼べないような形の地形、例えば地中構造、リムの一部のみ、なども含めることが多い。 窪地が明瞭なものは隕石孔と呼ぶこともある。クレーターには様々な形があり、主に以下の要素により決定される。エネルギーさえ同じであれば、重い天体がゆっくり衝突しても軽い天体が高速で、衝突しても蘇生が岩石でも氷でも、あるいは衝突でなく核爆発でも、ほぼ同じクレーターができる。入射角も影響せず、非常に浅い場合を除き常に、 円形のクレーターができる。クレーター研究の初期にはこのことが十分に理解されておらず、月のクレーターが全て円形であることが、それらの原因が天体衝突でないと主張する根拠にもなった。クレーターはその直径によって異なった形態を示す。最も小型のクレーターは、断面が単純な湾型をしており、単純クレーターと呼ばれる。 単純クレーターの直径と深さには比例関係があり、岩石天体の場合は直径のおよそ0.2倍、氷天体の場合は0.1倍の深さになる。衝突の規模が大きくなると、クレーターの形態は複雑クレーターという埋め立てられた平らな底部を持つクレーターに変化する。このサイズのクレーターは中心に中央級を持つことが多く、中央級クレーターとも呼ばれる。 クレーターの規模が大きくなるとともに中央球はより顕著になり次第にリング状の構造を示し始めるこのようなクレーターは中央リングクレーターと呼ばれるさらに最大規模の衝突では同心円状の複数のリング構造を持った多重リングクレーターが形成されるクレーターの形態はある一定の直径を境に単純クレーターから 複雑クレーターに変化するが、その値は、月の場合は15から2 0トル、水星では1 0トル、火星では5トル程度である。重力が強い天体は、一般的に複雑クレーターが形成されやすくなる。また、地表を構成する物質の性質によってもこの値は変化し、氷天体では同程度の重力を持つ、岩石天体と比較して複雑クレーター形成され、 安い。なお、隕石が非常に浅い角度で衝突すると、楕円状や、類的状のクレーターが形成される。地球では、アルゼンチンコルドバ州のリオクアルトクレーター、リオクアトクレーターズが知られており、月の豊かな海にあるクレーター、メシエ、メシアや火星のクレーターオーカスパテラも、その一例である。クレーターの生因については、様々な説が唱えられた。 1787年に、ウィリアム・ハーシェルは、クレーターは、火山の加工であるという論文を発表した。それに対し、1829年にフランツ・フォン・パウラ、グルイ・テューゼンは、クレーターは、天体の衝突によって生じたという説を発表した。当初は、火山説の方が有利であった。これは、などが理由として挙げられる。1960年頃から、 地球のクレーターで隕石の衝突を裏付ける高圧で編成された岩石が発見されたり、アポロ計画での月面で採取された資料の分析が行われたり、より正確な衝突条件を反映した高速衝突実験が行われて衝突説を支持する結果が多く得られた。現在では月のクレーターの大部分は衝突によって生じたものと考えられている。 上記の火山説を支持する証拠に対してはと反論できる衝突説を支持する証拠としては以下のようなものがある月のクレーターの大部分は38億年前よりも以前に作られたものであるその頃にはまだ太陽系内に多数の微惑星が残っていたために大きな衝突が何度も繰り返された地球の表面では大気や水によって侵食や クレートテクトニクスによる海洋堤の更新があるためその痕跡が残っていないが月では大気や水が存在しないためクレーターがそのまま保存されている。しかし昼と夜の大きな温度差による熱膨張、収縮の繰り返しや太陽風の衝突によってわずかずつではあるが風化は進行する。また宇宙空間から地理が降下し少しずつ降り積もっている。 そのため、新しいクレーターでは、円がはっきりして折り工場が伸びているが、古いクレーターでは、円がはっきりしなくなり光上が失われている。月面には月形成直後からの多くの衝突クレーターが姿を残しており、表側だけでも直径 1km 以上のクレーターは30万個以上と見積もられている。大きなものでは、 ヘルツシュプルングクレーターの直径 536km から小さなものではアポロ計画で持ち帰られた月の石に残されていた顕微鏡サイズのクレーターまでと様々である。国際天文学連合 IAU で登録している直径 60m 以上の名前が付けられているクレーターは1559個あり、直径 10km 以上のものでも1395個、100km、 以上のものでも199個ある。また盆地、ベースンや海と名付けられた部分は、天体衝突によって形成されたと考えられており、月の裏側の南極エイト県盆地は、直径 2500km に及ぶ。月のクレーターの研究から41億年前から38億年前に、かけて、多くの天体衝突が起きたと想定され、同様に地球でも、 天体衝突が多く起きているとみなされてきた。月のクレーター形成史から地球誕生後の数億年、冥王台に相当の地球の状態が推察されるようになった。地球と比べて直径が27%で表面積が7%と小さい月に多くの隕石衝突クレーターが形を残していることから地球にも月と同様の率で 隕石衝突があったものと思われるが、現在確認、公認されている衝突クレーターは、直径10メートルから160キロメートルのもので182個で、ある。そのうち120個は露出しており、59個は渦漏れている。残り3個に関しては、露出状況不明と記されている。露出していない62個のうち53個は、ボーリング調査が実施された。 地球に落ちる隕石の大きさがそれほど大きくなくても巨大なクレーターができる。クレーター系は隕石の直径の約10倍と見積もられており、周囲 5km 大きさのクレーターはクレーターとして測りの大きさだが、それを作った隕石の大きさは直径約 500m でしかない。現在までに地球上のクレーターは100個以上確認されているが、大部分は侵食や 地殻変動により、地表からは痕跡すら消えてしまっている。隕石由来のニッケル、金などを多く含むことがあり、世界最大の鉱山を形成している場合もある。このため有望な鉱脈を発見する手がかりとして、クレーター探しも行われ、また、地質の構造調査によって、クレーターが確認される例も、少なくない。水星は、月と同様に、 全表面がクレーターで覆われている。この水星の姿は1975年にアメリカの水星探査機マリナー1号によって初めて明らかにされた。水星の英名マーキュリーはローマ神話の芸術の神の名であるため、水星のクレーターには文学者や芸術家の名前が命名されている。特に1 3 5 0トルもあるカロリスボンチは水星最大のクレーターである。 金星は厚い雲に常に覆われているため地表の可視光による観察は不可能である。しかし1990年にアメリカの金星探査機マゼランによりレーダーによる地形の観測が行われいくつかのクレーターが発見されている。金星のクレーターの特徴として直径 30km 以下のクレーターが少ないことが挙げられる。これは その程度のクレーターを形成させるような小さな天体は、金星の厚い大気のために、衝突前に粉砕されてしまうと考えられている。また、金星には、形成年代の古いクレーターが存在せず、これは5億年前後前に、金星の地表全体を塗り替えるような大規模な変が起きたという説の論拠となっている。火星のクレーターは、高地の多い南半球に多く低地の多い、 北半球には少ない。衛星のフォボス、ダイモスにもクレーターが発見されている。ダイモスのクレーターは、レゴリスに埋まりかけたものが多く、比較的滑らかな表面をしている。地上からの観測及び、小惑星探査機の観測により、いくつかの小惑星の鮮明な映像が撮影されており、クレーターが多数認められている。特に、ベスタは、 自身の直径に匹敵する直径 460km のクレーター、レアシルビアを持つ。また、NER a 探査機によって観測された小惑星マティルドには、天体の平均直径の半分を超えるクレーターが複数発見されている。通常ならば、このような大規模な衝突で、天体は粉砕されるはずだが、平均密度の観測からマティルドの内部には、 多くの隙間が存在することが示唆されており、この隙間が衝突の衝撃波を緩和する役割を果たしたという説がある。ハヤブサさ2はインパクターと呼ばれる装置を使用して直径10メートルほどのクレーターをリュウグウの表面に作成した。氷衛星の表面にもクレーターが見られる。ガニメデには13個のクレーターがチェーン上につながったクレーターがあり。 シューメーカーレビ第9彗星同様に木星の重力により分解した彗星が衝突したため生じたと考えられている。カリストには多重リング構造のバルハラ盆地がある。見ます。テティスは直径の3分の1にも及ぶ大クレーターを持つ。タイタンは厚い大気と雲に覆われているため地表の可視光による観察は不能だが、 カッシーニによるレーダー観測によりいくつかクレーターが発見されている。木星、土星、天王星、海王星は個体表面がないため、クレーターはない。イオは火山活動が非常に活発で、表面地形の寿命が非常に短く、クレーターはない。クレーターはあるものの非常に少ない天体として、地球、エウロカ、トリトン、タイタンがある。いずれもイオほどではないが、 クレーターの寿命がかなり短い。大気や火山の存在により侵食作用があるのが一因と思われている。地球以外のクレーターの名前は他の地名同様国際天文学連合が決定する。最終決定権は IAU が持つが提案は自由であり、発見した研究者チーム、現在はほとんどが惑星探査機で発見されるによる提案が行われる。 ことが多い。惑星系命名タスクグループが外部からの提案や独自の案を選定し、惑星系命名作業部会が承認する。通常はこの段階で命名などと報道されるが、正式決定は3年に一度の IAU 総会で、次回は2018年である。地球以外のクレーターの正式名称には、クレーターはつかない。例えば、コペルニクスが正しく、 コペルニクスクレーターではない。逆に、山脈、平原などの一般名詞がつかない地名は、原則としてクレーターである。月の表の主要なクレーターの名称は、イタリアのジョバンニバッティスタ・リッチョーリと、フランチェスコ・マリアグリ・マルディによる。なお、それ以前に命名された数少ないクレーターとして、ミハエル・ラングレンが、自分の名前をつけたラングレンがある。リッョリは年。 自分たちが作成した月面図でクレーターに名前を付けた。そのため月の表にはそれより新しい人物やヨーロッパ以外の人物の名前はほとんどない。存命中の人物も使わたので同時代人は多い。彼らが選んだ人名は月の観測に貢献があった人物で必然的に天文学者が多くなった。月の北部のクレーターに古い時代の人物の名を南部のクレーターに 当時から見て、新しい時代の人物の名を命名した。1935年から、月のクレーターの名前は IAU が決定するようになった。ただし、表の主要なクレーターはすでに名付けられており、IAU による命名は、ほとんどない。なお、現行のルールでは、国際的に著名であること、没後3年以上、政治、宗教、軍事関係者は禁止といった条件がある。 月の裏のクレーターは、1959年のルナ3号の観測に始まり、立長リラより、新しい時代の人物の名前を中心に命名された。現在は、月のクレーターの命名はほとんど行われない。近年 IAU が名付けたクレーターには、ジャレンチャー事故、コロンビア事故など、宇宙開発の犠牲者の名前がついている。月では、 非常に小さいクレーターまで発見されているが、それらにまで名前が付けられることはない。名前の付いているクレーターは約1500である。約7000の小さなクレーターには近くの大きなクレーターの名前にアルファベットを付けて識別するサテライトフィーチャーという命名法が取られている。例外的に人名でないクレーターとしてアポロ計画を記念して名付けられた。 月で二番目に大きいアポロがある。数キロ以下の小さなクレーターには、ファーストネーム、特定の人物を表すものでないが付けられている。地球のクレーターには、公式な命名制度はない。湖や盆地としてすでに名前が付いていることも多い。名前がないときは、発見者や近くの集落の名前などが付けられる。地球以外のクレーターの名前には、天体ごとに、 共通のテーマがある。ただし、最大級のクレーターは、通常のクレーターとは別のルールで、盆地や海として命名されているものもある。クレーターは、隕石の衝突以外にも、隕石に匹敵するほどのエネルギーが瞬時に一箇所で、発散される現象、つまり爆発によっても生み出される。冷戦時代は、核爆発により、ネバダ核実験場などに、 多数の核爆発によるクレーターができたが、そのほとんどは、その後風雨により自然消滅したか、人為的に埋められた。しかし強力な爆発が起こったものや、雨のなかなか降らない地域で行われた、実験場では、未だに何十年も前の核爆発クレーターが、痕跡として残っているところもある。右画像のクレーターは1962年7月6日。 ネバレ核実験場で行われたセダン核実験によるクレーターで、その際に放出されたエネルギーは435テラジュール TNT 換算で104キロトン。直径約390メートル、深さ約97.5メートルのクレーターができた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。